友人です。密輸業者を通報することは市民の義務です。ありがとう。助けてくれて。ここは魚の餌となる頃には間違いも見えんさ。連中ときたら何でもかんでも欲しがる。確かに歌はうまい。でも完璧。ああ、ダメ。失礼した。
可愛い真似をするじゃねえか。させたことはあるか。本当に悲しいものだ。持っていたあのもやし女の関係が気まずくなってるようだぞ。なぜ本店員ほどのやつがあの不気味なドイツ女と付き合うかが理解しがたいよな。あいつならいくらでも楽に美味しい思いができるはずなんだけどな。ドアの暗証番号も5744に変えやがった。あのもやし女がまた庭に現れないようにしたんだろう。私の家の慣れの果てよ。フォンテインと彼の豚どもにやられたの。彼はロット192のサンプルを自分のペントハウスに持っていたに違いないわ。入り口はロビーよ。でもいつも鍵がかかっているの。あなたには信じられないと思うけど、昔はとても美しかったところなのよ。私を何だと思っている。あの女が動き出した時にすぐ奴の部屋を調べた。ここを探しても何も出てきはしないぞ。あったとしても奴の思い出くらいだ。分かったろ。君が欲しいものはない。盗むつもりね。
中や口うるさい近所のばあさん、バカな上に態度まででかい連中やらで実にバラエティ豊かだったな。なんて間抜けな連中だ。大物になれると信じてラプチャーにやってきたようだが、ザコにはザコの仕事があることに気づいていないようだな。だがおかげで新たな視点を持つことができた。寝場所とスープを一杯提供してやれば、奴らは私に命を捧げる。救済センターさえあれば軍隊など必要もない。会場からの物品を届け込む事故です。